オランダ年間最優秀選手賞は、オランダ ALDBG における、サッカーの個人賞である。1966年に受賞した、ダレンス1962年、エディ・ピータース・フラー・フラントファンクラブの役員、ビクステンベルヘン氏が年間最優秀選手賞を、考案した。1966年にヌアー・デビュー氏に、さらに後に、ノスに主催が移されたものの、 1975年に終了している。トロフィー名は、エディピー・ジートロフィー。1982年から、エール・ディビジの最優秀選手に、ハウデン・スヒューンが贈られるようになり、で、テレフラーフと、フットボール・インターナショナルの毎週の祭典によって、決まる。この賞自体もハウデン・スヒューンの名で呼ばれるようになった。1984年には、 オランダのプロサッカー選手の投票によって選ばれ、VVCS 柄で表彰される、フットボーラー・ファンヘッド、ヤール・ファン・エール・ディビジが設立される。1997年までは、小読みの年ごとに選出、表彰が行われていたが、それ以降は、フットボールカレンダーに従っている。2006年に、ハウデンス・ヒューンと、フットボーラー・ファンヘッド、ヤール・ファン・エール・ディビジが統一。 で、テレフラーフ一種のみの元フットボール選手によるエール、ティビジ毎週祭点の結果で最優秀選手が決められ、VVCS 柄で、ハウデン・スヒューンが贈られる。リーグとしてエールティビジが主催する、年間最優秀選手賞は存在せず、現在フットボールインターナショナルなど、オランダ各市は、ハウデン・スヒューンとは別に、それぞれ独自の祭点で最優秀選手を選んでいるため、 エールディビジの年間最優秀選手は毎年複数の選手が存在するが、固有名詞としてのブートボラー、バンヘッドジャーは歴史的な背景からレテレフラーフ氏のハウデンスヒューンと認識されることが多い。1984年には最優秀若手選手賞が創設され、21歳以下の選手を対象としたが、2003年に 年齢制限を撤廃して、ヨハンクライフ賞と名称を変更した。エールディビジ最優秀 GK は1987年から2004年まで VCS 柄で表彰が行われていた。2016から2017シーズンは、ブロンゼン、ジルフェーレン、ハウデンの3つのスヒューンを、フェーノールトの選手が獲得し、史上初めて1クラブでの独占となった。 1962から75の最優秀、選手賞は含まれない。2005から06シーズンから、ハウデンスヒューンと統合。ありがとうございます。